それじゃあ女の子を広場まで送っていきましょうか。え？行こうよ。君なんて名前なの？可愛いね君。夜にやっぱ歩くのって危ないよ、ほんと。子供とかみんな歩いてるけど、3だったら明るいのかな、このパートって。ちょっと気になるよね。俺片方しか買ってないからな。あ、福井さんだ。ああ、だいたら島キングはいなかったよ。だが、助手に会ったんだね。え、これ助手なの？島キング助手。あ、この子。では改めて紹介しようか。こちら僕の助手。え、あ、はい。リーリエと申します。え、博士、こんな若い子と一緒に働いてんの？羨ましいな。リーリエが出会ったのが、昨日アローラに来たばかりのダイダラだよ。あ、これ、そうそう。聞いたばかりです。教えて。めっちゃ顔、なんか、眉毛つり上がってんで。くくい博士のお知り合いなのですね。そうだよ。よろしくお願いします。なんか、めっちゃ警戒されてない？なんか。助けてあげたんや、さっき。え？ひどくない？我らの島キング、原さんの、おかえりー守り神に選ばれた男、アローラでも、ナウテのポケモン使い。マジ？うわ、キングっぽい。棟梁って感じする、ザ・棟梁。ね。いい滑覆してますね。うわ、強そう。何か、ありましたかな？あははは、ちょっと原さん、どこ行ってたんですか？島キングですからな。島の問題が起これば解決に行きますな。何かありましたかな？なんとかですかな？な？な？って人ですね。何やらカプコケコの飛ぶ姿を見かけましたが、あ、あれ守り神なんだ。カプコケ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 コって、あの原さん、吊り橋の上で鬼スズメさんに襲われていたこの子をこちらの方に守ってもらいました。でも吊り橋は崩れ谷底に落ちそうになり、そこを島の守り神さんに助けていただいたのです。確かに。おお、そいつはすごいぜ。ほう、守り神と言われるも気まぐれなカブコケコの心を動かしたのですな。ククイよ、素晴らしいことではないか。勇気と優しさを持つ彼にポケモンを託すから、トレーナーになってもらいたいぞ。やったー、はじめまして、メレメレの島キングハラと申します。ハラさんですね。めっちゃなんか笑顔やですね、常に。ようこそアローナへ。ククイのことから君は聞いてました。お会いできて嬉しいですな。いえいえ、どういたしまして。よーし、ポケモンたち顔見せるのですぞ。出た？ついに ?3 匹来た！御三家！どれにする？決まってんだよ。なあ、まずは、ねえ、草ポケモンのモクロ。あ、ごめん、マイク殴っちゃった。モフー！あら、モフモフしたいですね。かわいい。次は、炎ポケモンのニャビー！あらーん、かわいい！にゃー、わー、超いい！最後、水ポケモンのアリマ、アシマリー！アシャマシャマシ！あら、どのポケモンが選ばれますか？え、全部くれないの！一匹だけー！さあ、皆さんはどれを選びますか？僕は。こいつだー！ニャビー！いやもうこれでしょ、もう超かわいいじゃんねえ、むっちゃかわいい、猫飼いたいもん。ほい、じゃあもらいましょう。ニャビーに決めた。あ、手ベロベロしてる、かわいい。持って帰る。ニャースと喧嘩しそう。お互い選び選ばれてこそ真のパートナーと言えますな。え、バトルしてみる、こっから、今から。おいで、ニャビー。ほら、俺が新しいパートナーだぞ。それではニャビーが君を選ぶのか見てみましょう。あ、なんか今までのポケモンと違うね。今までだったら大木戸博士とかいろんな博士が これ欲しいって言ったら、はいどうぞだったのに、なんか違う、心と心を試される。おいで、よし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 、ニコ。ニャビーは、ダイダラを気にしながら見つめている。ケロケロ。ニャーオ。あら、ダメなの？うんうん。え、来たー！
あら、かわいい。よし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 。ヤビーを優しく抱きかかえた。捕まえたじゃないんだね。うにゃぶー。炎ポケモン。ヤビーは鼻をヒクヒクさせている。おー、ヤビーもダイダラを認めましたな。お互いを認め合った君たちは永遠の友達だぜ。仲良くしてくれよ、ニャビー。ねえ、ニャビーにニックネームつけますか？でもちょっと今回ね、どうしよう、つけとくか。ね、最終進化の名前がね、俺なんて言うのかちょっと気になるんだけど、なんかこれで、ニャビオとかつけたら、俺最終的に俺泣いちゃうからさ。俺の言いたいことわかるでしょ？ねえ。はい、ということで名前できましたよ。お前の名前は、ジバニャビーだ！百裂に、ダメダメ。かわいい。鬼かわいい丸だ、これ。ニャビーさんですね。ウェーイ！星雲ちゃん、もう走りやって、原さんや博士ですら、ですから何があってもあなたを守ってくださいますけど、普段はバックにいてくださいね。いいポケモンですよね。大切にしてあげてください。わかった。よーし、今日でこれで、ダイダラも今日からポケモントレーナーだ。僕から素敵なプレゼントだ。何？モンスターボール？傷薬？ポケ図鑑！来た来た来た！ポケモン図鑑は、出会ったポケモンを自動的に記録する、ハイテクな道具なんだよ。君がパートナーにしたニャビーも記録されてるよ。チェックするといいぜ。あらら、それ何それ？トレーナーパス？何これ？ダイダラ、早速友達をお母さんに紹介するか。うん、ママに会いに行こうぜ。じゃあ行ってくるか。さあ、とりあえず手持ち見てみましょうかね。ジバニャビーね、名前かわいい名前ですね。さあ、ひっかく炎鳴き声っていう技を覚えてます。うん、リリータウンで出会った、負けず嫌い。あら、かわいい。とりあえず最後までね、俺のパートナーでいてもらえるように頑張っていきましょうよ。君たちなら力合わせどんなところでも行けますな。でしょ？ニャビーさんのこと詳しく知りたかったらポケモン図鑑見てね。オッケー。なんだろう、誰か忘れてる気がするぜ。え、なんか忘れてるっけ。でも俺わからへんわ。はい、じゃあとりあえずママに会いに行こう。なんだこれ、誰だ。え、これライバルじゃね、もしかして。なあなあ、ポケモン勝負しようよ。いや、やだやって、今ゲットしたばっかだって。名前を言わず勝負し、あったものではない。誰お前。俺ね、はぁー、島キングの孫でね、木狼がパートナー。あら、君のニャビーもかっこいいな。ありがとう。うん、ポケモン勝負しよう。君が来るの待ちきれなくてあちこち探したんだよ。私、ポケモンさんが傷つく勝負は苦手ですが、応援しますね。応援してくれんの？めっちゃ元気100倍や、勇気100倍。お、初めてのポケモン勝負だね。ポケモン技を繰り出し、勝ち負けを決めるんだぜ。孫の相手を応援できますかね。オッケーオッケー。え、でも、どうせ、あれやろ、水タイプのやつやな。名前何やったっけ？え、でも違うか、あいつ。え、こいつ使ってんの、木狼って言ってたから、草タイプやろ？え、大丈夫？草タイプ弱点だよ。火の粉で終わるけどいいの？じゃあね、お疲れ様でーす。え？無視できるの？ちょっと待って待って待って、無視しちゃうけど、引き止めてよ。ちょっと待って待って。ちょっと待って、え待って待って、できる。あ、相手してよ。あ、よかった、引き止めてくれた。感染ですか？ファイトだよって応援してくれてる。じゃあ戦おう。やるぜ。てるる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 って、どんな感じ？バトル。ではポケモン勝負始めまっせい。ねえ、この始めまっせい、かっこいい。せいせいしちゃうぜ。ポケモントレーナーのハウが勝負を仕掛けていた。さあ、記念すべき第1戦目です。果たして俺は勝つことができるのか。モクロウ、いや、モクロウもね、俺相当可愛いと思う。ねえ、頭に止まらせたいもん、モクロウをずっと。だから俺の肩に来るのはジバニャビー、お前だ。行くぜ。草タイプのやつには火の粉でいい。くらいやがれ、燃えろ火の粉。聞いてる聞いてる、抜群。木の葉、何その技、初めて見る。うおぉ、ヒノコの親戚？木の葉、草タイプのヒノコ的 やつですかね。そう、もう一回行きましょうか。暗い、ヒノコ焼けろ。
きたー、俺の勝ちだ。ごめんな。さあ経験値もらってレベルがアップ、イエイ。わお、なんかかっこいいね。トゥルルルルって感じでレベルアップしていくやつ。いくらくれんの？うん、わー、100円もらった。やった、ジュース買おうぜ。普通に買っちゃったね。なんか悪いな。うーわ、すっげえ。誰だっけ？君のヤビーもかっこいいな。でしょ？よーし、明日頑張る。何明日って。なんか光ったよ。の、お、ダイダラ。お持ちの輝く石を見せていただけるかな？え？いいよ、はい、どうぞ。これ何なの？さっき拾ったんだけど。なんと！じいちゃん、それってもしかして。そういえば、ダイダラはカプコケコに助けられたと。ああ、その時も石もなんかしてたよ。知らんけど。なるほど、石までもらうとはな。君は、アローラに来るべくしてきたのかもな、ダイダラ。石は預からせてもらいます。持ってくの？泥棒じゃないの？人のもの取ると。なーに、明日返しますから、本当？君には、トレーナーの才能がありますからな。ぜひ明日のお祭りに参加してくだされ。何、お祭りとかあんの明日。楽しみ。じゃあ、ダイダラ、家まで送るよ。リーリーも一緒だね。君と、君の大事なあの子がはぐれる大変だからね。はい、気をつけます。あれ、はぐれてるぞー。あら、行ったそばからバックから出ないでください。何なんだろうね、この子。星雲ちゃん。普通のポケモンなのかな、レアなのかな。まだ新しいポケモンのことはね、全然わかんないですね。さて。おかえり、ダイダラ。ただいまでーす。ねえねえ、どんなポケモンもらったの？いや、見て見て見て、めっちゃ可愛いんだけど、これ。どうする？ママ、すごいよ、これ。ねえ。にゃー、うわー、ニャースめっちゃ見てるやんけ。うわー、ママ、ときめいちゃう。ねえ、どうしてこの子にしたの？いや、もう、ちょ、かわいいからに決まってんじゃん。そうね。この子、かわいくてかっこいいのよね。あなたたち、すっごくお似合い。見てるだけでも嬉しくなっちゃう。うわ、猫同士。うにゃーにゃーぶー、まあ、喧嘩すんなよ。ナーボリ争い的なもん始めたらびっくりするからな、ほんま。さあ、一泊泊まって。翌日。今日もいい、いい夕日。今日も段ボールを。あら、片付けましょうって言ったら、しようとしたら、あら？あら、チャイム抱いたらちょっと出て。なんでママ全部さ、俺にやらせるの？ほんと。いや、いいけどさ、うん、もう、俺もね、うん、ちょっと、ゴロゴロしたいわけだよ。わかる？わかる？って、クソ野郎やねんか、ただの俺も。早く、ちょ、家全然片付いてねえじゃん。ポケモンも、なんか死に行く間に片付けとく言ってなかったっけ？ママ結構、そういうとこ、やめてよ。ねえ、ちゃんとしてよ。ねえ、お客さん来た時恥ずかしいやん。さあ、どいたら、祭りの時間だ。寝すぎちゃう？俺。ねえ、まあまあ、いいけどさ。とその前にポケモントレーナーになった君に教えることがあるんだ。何でしょうかねえ。じゃ気になりますね、それは。ほら、一番道路に行こうぜ。あ、ニャースも行く？あ、ポケモン捕まえ方だったかな、それ。だってポケモンと一緒なら楽しいじゃない。ママはニャースと段ボール片付けるわ。ニャースニャースも祭り連れてあげようよ。でも段ボール片付けるよりさ、祭り行くへん、ママも一緒に。ねえ。せっかくの祭りやで。だいたら早く行こうぜ。ほら、ポケモンの技でなら高速移動だ。シュワンシュワ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 。早すぎん、高速移動って。走るんじゃ、とりあえず。高速移動や。ほらほらほら。うわ、なんか、ステップ踏むステップ。ほら。おい、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 行くぜ。早いなー、クックイ博士。あ、草むらだ。やっぱポケモンの捕まえ方教えてくれるのかな。野生のポケモンは草から上から飛び出す。君はポケモントレーナーだから、ニャビーというパートナーと一緒に戦える。それだけでなく、野生のポケモンを捕まえることだってできるんだぜ。マジで？いいから、捕まえ方教えてやるよ。見とけよ。オッケー。まあ、捕まえ方って言っても捕まえるだけでしょ。わかってるよ、それぐらい。俺もポケモンマスターだからね、俺。さあ、
何今のポケモンポケモンマスターだからね言ったけど今のポケモン知らない俺。さあツツケラっていうねえポッポ的存在でしょうか今まででいう。タイガリー、うお超効く、つつく攻撃、痛い、言わんこ硬いね。モンスターボールを投げる前に弱らせるといいぜ。で投げちゃう、投げちゃう、モンスターボール、モンスターボール博士50個持ってんじゃん、俺にも分けてくれよ。てぃ、さて捕まえることができるのか、きたー、よし、ツツケラを捕まえた。わー、ツツケラ俺も欲しい、くれよ博士、くれる、よーし、野生のポケモンは人を襲うこともあるが捕まえれば心強い味方になってくれるぜ。味方のポケモンが戦ってくたびれたら家に戻るといい。お母さんに話しかければゆっくり休ませてくれるだろう。それが傷薬を使え。ほら、モンスターボールと傷薬あげる。マジで？ありがとうございます。50個ずつくれた？モンスターボール10個。うわ、少ない。傷薬5個。少ない。50個くらいくれると思ったのに。さあ、リリータウンまで冒険頑張れよって。さあ、今から、ようやく俺がポケモントレーナーとしてのね、冒険が始まります。さあ、初野生のポケモンとのバトルだ。出てきたポケモンは誰だ？出た！ツツケラ。いや、ジバニャビー、ジバニャビー、よし、耳はかけてないね。よっしゃ、ちょっとやっつけましょうか。とりあえず、引っかいてみましょう。おれズバッシュ、聞く？あ、聞いとる聞いとる。これ2回つ、引っかいても良さそうですね。2回引っかき2回引っかき、これで、赤にしてから、モンボ投げちゃう、モンボ、モンボボボボボール、モンスターボール投げましょう。さあ俺が初めて捕まえるポケモンはお前だー、こーい。こい、よっしゃー、ツツケラ、かわいい鳥ポケモンだよな。さて、なんか仲間だったね。あれ、なにこれ、ツツケラとは。登録完了、あー、なるほどね。なんか今までより、なんか、いい感じだったね、これ。ポケモン図鑑の感じが。ね、ツツケラ、ニックネームつけておきましょうか。名前何するみんな、この子。ね。よいしょ。さあ、囲碁の名前はね、かっこいい名前にしてあげましょう。とりあえず、お前の名前は、あれだ、つつだらだ。何でもだらってつければいいと思ってる？はい。つつだらを手持ちに加えた。やった！やべえ、めっちゃかっこいい。まあ、キツツキだよね、モチーフにしているのは。うん、キツツキ。だから、つつっていう名前があるって感じ。そんなアイテム落ちてる。何これ。傷薬。ポケモンの世界って何でもさ、アイテムいっぱい落ちてるよね。大丈夫なのかな？何？目が合ってしまう？うわ！いかにもバトルしたい顔してる。ねえ。やっちゃう？やっちゃう？やっちゃう？目合わさないように歩こう。目合わさないように。あ！見つかった！ポケモントレーナーが目と目が合ったら勝負だ。いや、俺完全目そらしてたやん、今。しつこいですね、あなた。じゃあねえな、やっつけてやろうが。短パン小僧のケンタ。ケンタくんか。いいぜ、俺とやるか。バトルしようぜ。こらった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 。え？なにそのこらった。アローナの姿か、これが、噂の。すげえかっこいい。全然違うポケモンやん、これ。体当たり。今までのコラッタって紫色でね、いかにもコラッタって感じだったのに、こいつね、なんかロケット弾のコラッタみたいな感じだったない？悪そう。ヒゲがなんかね、発達してるよね。何これ？ Y ボタンお手入れって何これ？え？何お手入れって？よくわかんないんだけど、なんか下画面見えるみんな、お手入れってコマンドが出てきたんだけど、急に。負けたー！なのにワクワクした。
可愛いやつやな。短パン小僧っていつでもね、お金くれないんだよね、あんまり。最低だぜ。なにこれ、お手入れ。ポケモンたちをお手入れできるよ。優しく、撫でて、どんどん仲良くなろう。ほら。ポケモンが大好きなポケマメを食べさせてあげよう。ポケマメは、ポケモンセンターのカフェスペースでもらえるよ。あらあら、ポケモンは戦うと汚れることもある。その時はお手入れ道具で、きれいにしてあげようっていう。へぇ。お手入れすることにポケモンは入れ替えることもできるよ。仲良くなろうってやつだな。よいしょ。とりあえず、お手入れしてあげましょうか。何これ。毛並みを整える。下画面皆さんちっちゃいですがね。可愛がっていますので、私今。この子。あら。あら。あらーん。何食べる？あ、これ食べる？はい。食べなよ。いらんって言われた！何が欲しい？そんな、じゃあこれにしよう。どうや。おお、これもいらんのかお前。チラって何見とんねんお前。何だろう？じゃあ。かわいい！もうクソかわいや、もう帰る。この画面の時、次回から大きくするね。いや、クソかわいやんけお前。ふざけんだよ。なや、お前は。ウルトラ可愛いマンモスか、お前は。あー、怖い。よし。とりあえず、今回はこれで終わりにしましょう。次回ね、ポケモンもっと仲良くなろうね。おつぽよです。